スッポン浄化は、爬虫高カ目目に属する浄化。アフリカ大陸、オーストラリア大陸北部、ユーラシア大陸南部、アメリカ合衆国、インドネシア、日本、パプアニューギニア、メキシコに自然分布ハワイにイボク首スッポン外入。最大種は太鼓頭スッポンで、最大高長140センチメートル、最小種の平田スッポンでも、 最大高潮26センチメートルと大型種で構成される。角質乾板が耐火し柔らかな川で覆われ、骨甲板も小型化し早く泳ぐのに適していると考えられている。パンは突出し、シュノーケルのようにして呼吸することができる。獅子はヒレ状になるか水かきが発達し、全種の第1から二死もしくは第1から3死には爪がある。流れの緩やかな河川や、 湖、地上、湿地、気水域等に生息する。水性傾向が強いが、日光浴を好む種もいる。遊泳性の強い種が多い。植生は、すっぽんかは動物食もしくは動物食の強い雑食で、すっぽんもどきかは植物食傾向の強い雑食。魚類、甲殻類、水槽等を食べる。繁殖形態は、卵性で、 水辺等の地中に卵を産む。形態的な特徴、系統分類学においても、元ミ科に属するニ科は禁煙とされる。化石種も含めた形態的な特徴から、元ミ科に泥がめかとメキシコカワガメカを含める説も、ある。しかし近年のミトコンドリア DNA を解析した、系統分類学的な研究では、 元ガミカに属するニカとドロガメカ、メキシコカワガメカは禁煙ではないとされ、互いに禁煙なドロガメカとメキシコカワガメカをドロガメ状化とする説もある。また系統としては線形アモクの中では最も初期に他の分類群から分岐したと考えられている。食用のほか、ペットとして飼育されることもある。ありがとうございます。